皆さん、こんにちは。遠藤です。今日の日経平均も強かったですね。プラス317円の31,233円で着地をしたということになります。こちらが日経平均ですね。一段高となりました。ギャップアップスタート後、陽線出す場面もありましたが、結果、上髭陰線で着地をしております。5月の初めに引いたラインどころですね。その上限、これが果たしてサポートとして機能をするかどうかというところを今後見ていくと必要がありますが、いずれにしても3万1000円ラインを上下に動く可能性もあるというふうに見ております。そして個別銘柄ですね。皆さん、日々事務局の方にもですね、お問い合わせいただきましてありがとうございます。日々注目銘柄、監視銘柄ですね、メール配信をさせていただいております銘柄のチャート分析ですね、もうちょっと詳しく教えていただきたいということもありまして、今日も明日用の3銘柄のチャート分析、こちらをですね、詳しくお伝えをできればと思っております。でただストップ高をつけた銘柄だけを抽出しているのではないということですね。よくいただくお問い合わせで、ストップ高銘柄であればいいのかということでいただいておりますけれども、ストップ高銘柄、あんまね、よろしくない銘柄もあります。例えば今日つけたストップ高の銘柄は 1,2,3,4,5,6 あります。で、時間順に見ていくと、大寺川6番栄ですね、こちら良くないですね。ストップ高つけてから大きく売り込まれたということになります。日足だけで見るとこのような形になっておりまして、分足でも見てみましょうか。分足したところですね、朝方買われてストップ高つけたんですけれども、その後売りに押されても、前場ですね、9時台で高値掴んだ人たちはもう売りに売れない状態、これが栄電子です。あと2304ですね、こちらも9時34分ストップ高つけました。CSS ホールインズですね、これも朝つけましたね。9時34分つけてから剥がれて、また再びストップ高つけたんですけども、結局プラス 14% ということで、重い展開、これが続いたと。あと3667円種、これはいいですね。品種は明日用として出していきます。後で細かく解説していきます。4つ目が10時37分にストップ高つけました 9439MH グループです。このように高値掴んで売れなくなった、350円手前で買った人たちもいっぱいいるということですね。今日できたが998万株ですから、もう普段の何倍かというところですね。スカスカな銘柄になります。あと4124の大阪以下ですね、こちらもストップ高ということではありますけれども、結局剥がれて終わっております。何回も何回も何回も何十回剥がれつけた剥がれた繰り返しましたね。あと2656ベクターです。結果今日はストップ高で終えております。予約証分が71万株となっておりますけれども、ちょっとこれまだ上値が重い銘柄ということで、今日はベクター明日用としては入れてない、こういうケースもあると。だからストップ高つけたから必ず明日用というわけではないということですね。4582、今日5番2時33分ですね、つけました新バイオ製薬、こちらストップ高つけましたけれども、結局このような形で大きく売られましたね。これ2時43分ストップ高つけてから一気にドスンドスンと売られた銘柄、結果的に458円ストップ高つけてから50円下げてます。50ティックも下げたというのが新バイオになります。こういうのもやらないということになります。ですので対極的な目線を見て判断をしていくというのが翌日用のデイトレ注目ということになります。では一個一個見ていきましょう。明日は3銘柄ほど見ております。1つ目が3667エニッシュ、今日ストップ高つけております。エニッシュは前場ですね、ストップ高10時34分につけたわけなんですけれども、その前の10時50ですね、550円の段階、ここですね、この540円で揉んで揉んで揉んで一気に充実に買われていって、次が550円どころだったんですね。この550円どころ10時半前後、ここでですね大きな蓋があったんですけれども、これを一気に消化していったということで、34分ですね、4時34分ストップがつけました。その後も剥がれました。53円まで、7ティック分ですけどね、一気に剥がれて、その後またストップ高つけて剥がれて、ストップ高つけて剥がれてと。で5倍寄りがですね、これも面白かったですね。歩みで見ていただいた方はお分かりかと思いますけれども、このような動きを見せたんですね。今日のこちら5倍です。10時半にはなんと559円、これが12万2000株、売り注文が入っていたということですね。そこからさらにまた売られて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 、すぐ買われたということになります。
まあ、それでも大量に入ってますね。599円、23,400株、560円、87,700株ということで、まあ、売りよりも買いが下値を支えたということになりまして、まあ、特買いのまま結果大引け560円のストップ高となりました。で、これはデイトレ塾等でお伝えしていることなんですけれども、空売りですね、ストップ高剥がれて空売りした人で特買になってもですね、結局最終的にいくらでしたっけ、7万2400株売られてます、買われてますので、そこで逃げることは可能となります。まあ、こういうのがあるということですね。で、これは買い戦略ということで明日用として見ていきます。まあ、勢いは非常に強かったですが、明日ギャップアップでスタートした場合、売りに押される可能性もあります。こういうふうになってしまうことも考えられますので、落ちるスピードは非常に速いですから。で、決算発表もですね、だいぶ前にですね、4月28日に終えておりますけれども、まあ、結果皆さんご存知のように赤字幅拡大ということでですね、あまり良くない決算内容であったというのだけ頭の中に入れておいてください。いつ崩れるかわからないという銘柄になります。ただ明日用のデイトレとしては入れておきます。まあ、売り買い両方可能ということです。そして2つ目、6298YAC ホールディングスです。今日取れた方よかったですね。これ金曜日出して本日用として出した銘柄ですね。ちなみに本日用で出した銘柄がすべて今日は、ギャップアップ後の空売りも含めてですね、全部エントリーは可能となったということになりますが、こちら買い戦略と YAC 強かったですね。今日は結果 9.81% で着地をしております。今日の場中高値が11時19分3580円をつけておりまして、この上髭を消化する強さを YAC 明日見せるかということで見ていきましょう。まあ、取り組みとしても非常に良い状態になってきておりますね。改ざん一気に減少傾向にあると。で、そして空売りが増えてきているということで、まだ買いと売りがクロスしておりませんが、改ざん減少傾向にあって一段高、空売りが増えてきて一段高という、まさに素晴らしい動きをしている銘柄となります。日商金で見てもですね、0.9 倍ということで1倍割ってきているというのもまた強みの一つということで、まあ、ちょ日商金なのでちょっとだけ後押しをしているというところでしょうか。そして最後3銘柄目です。5258TMM トランザクションメディアネットワークス、また再びこちら出していきます。強かったですね。今日 6.25% のプラス1547円で着地をしております。今日3時高値引けということで終えております。まあ、売り方の買い戻しも誘いながら、1日をですね、ハイカラの売りの買い戻しも誘いながらの今日一段高ということで着地をしております。まあ、直近高値で見ると1000、ここの場面ですね、5月23日1548円をつけてる、あとワンティックだったんですけどね、ワンティック及ばずも勢いは強いですね。安値切り上げてきているということになります。売り買いの安楽さも良好となっておりますので、まあ、明日ですね、どこからスタートするかにもよりますけれども、気をつけた高値の頃ですね、23日というか、まあ、気をつけた高値の頃さえ抜けれれば、もう直近 IPO 銘柄ということを頭の中に入れていただいて、まあ、短期戦略というので臨んでいただきたいのが、トランザクションメディアネットワークとなります。まあ、週足で見てもこのような形ですね。いいですね。売られて買い、買い、一段高と高値更新。月足で見るとこのような形ですね。月足のローソク足はまだ2本です。まあ、先月の IPO となりますので、高安切り上げているということで、トレンドはこの流れは強いということになります。まあ、先週土曜日ですね、お伝えした内容のやり方でも十分勝てる銘柄となります。以上3銘柄ということになりまして、で明日のですね、朝の PTS の関係を見て、明日価値株の8時45分からの生配信、一般の方は9時から生配信ありますけれどもね、短時間30分間ありますが、8時45分から10時半までの中の注目銘柄としては、明日の朝の状態を見てまた追加をしていこうと思っております。まずは事前準備銘柄としては、明日用3銘柄皆さんにお伝えをさせていただきましたので、ぜひこちら参考にしていただければと思います。まあ、日々ですね、出している注目銘柄で大きく利益確定できたという方、ストップ高取れましたという声もいただいております。もちろんそれは皆さんの判断ですね。8銘柄中この銘柄にかけて、6銘柄中この銘柄で大きく取れたという方も、あとはちょこちょこ入りながらロスカット、軽微なロスカットを交えながら、トータルやっぱりプラスで売ることが皆さんできていますよね。そういった銘柄をあらかじめですね、このように抽出をして皆さんにお伝えをさせていただいておりますので、あとはトレードの仕方ですね。まあ、我々がお伝えするのは損失を最小限に抑え、利益を最大限に伸ばす。一般の方ですね、負けてる投資家、
8割から9割いらっしゃいますけれども、その方は思考が真逆ですから、利はもう 目先の利益は取って、損、含み損は伸ばすというスタンス。だからトータルで大きく負ける。でその訓練をですね、我々と一緒にやっていきましょうということになりますので、ご興味のある方は一緒に頑張っていきましょう。また皆さんのコメントなどですね、どしどしお待ちしております。直接事務局にお問い合わせですね、メールいただいてもいいですし、あとあの YouTube の方にぜひコメントをください。あのちょっと寂しい感じております。あの何でも構いませんので、コメントいただければと思います。勉強になりましたとか、参考になりましたとかですね、この銘柄どうでしょうかとか、今度はこういう内容の解説をしてくださいとかですね、いただけたらと思います。またご覧になった方はぜひいいねボタン一度押していただいて、あとチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をしてください。では本日はここまでといたします。今月皆さんどうでしょうか。しっかりと利益出されていますでしょうか。6月のトレードもプラスにすべくですね、まず5月残り2営業日も頑張っていきましょう。では皆さんお疲れ様でした。またお会いしましょう。失礼します。